さんおはようございます。今日は筋肉の筋にしましょうか。ちょっとね、筋肉の筋がね、もう痛いですね。昨日ちょっと試合したんですけど、卓球の。もう勝てませんでしたね、もう。<laughs> なんかね、改めて弱えなと思いましたね、自分が。<laughs> こんなに弱くなったかみたいな。 こんなに弱くなったかっていうね。なんかね。なんか全然やっぱ感覚が違うんですよね。なか気持ちはまだ若いんですけど、全然ついていかないですね、うん。筋肉痛っすよ。うん。なんかちょ、ちょっとショックでしたね、昨日は。あの、なんか自分を見つめ直すというか。 な去年はね、一勝できたんですよ。今一人勝ってたんですけど、今回はあの、全敗で <laughs>。でもね、僕がね、勝ってればね、チームが勝ってたで、まあ団体戦で出たんですけど、まあそれ僕が勝っ,取ってたら、まあ、決勝リーグ、決勝トーナメントとか、行けたんですけど、いや、あれ負けるか、っていうね。うん、なんか、あれですね。 痛いす数字が数字が痛いあうそうです幸せですね幸せですね幸せねみんなが幸せになることはねまあ幸せの定義じゃないですかね何をもって幸せなのかって話ですよねで昨日僕ね僕ねよく考えたんですよめちゃくちゃ考えてね あのまあ何を考えたかっていうとまあ今年で僕40歳になるわけなんですけどまあ一応こまあ、40歳になったら新しいことやるっていう構想があってあのちょっとあの体肉体改造してねロッキーみたいにまあ肉体改造してそのガチでねまあそのがガチというかまあ、そのビジネス向けというかねその それで卓球チャンネルをちょっと作ろうかなっていう構想してたんですけどまあ今日なんか負けてお前諦めようかなみたいな <laughs> これはちょっとあれかもしれないぞとこれから10年何に時間使おうかななんか結構ね色々考えましたねまあ新しくチャンネルやってそこ結構またやるってなったらパワー使うので時間も使うし で、そこをちょっと編集してやろうかなと思ってたんで。まあでもなあ、まあちょっといろいろまた考えます。まあ弱いところから強くなる方が絵的にはいいんですけど。ただね、なんかね、思ったんですよ。要は、ビジネスの場合は算数ができるんですよ。だけど、スポーツは算数ができないんですよね。まあどういうことかっていうと、ビジネスは、まあ客数かける客単なんですよ。客数かける客単。 もうこれ、これ以外の公式がなくて、これをしっかりやって、客数と客単、そしてちゃんとセールスをするっていう、これができれば、まあ結果は出るんですよね。客数ける客単で、ちゃんとセールスができれば。だけど、スポーツはね、そうはいかないんですよ。<laughs> そうはいかないんですよ。めちゃくちゃやっぱだからね、なんか、なんかいろいろ考えて思ったのが、やっぱビジネスっていうのは簡単だな、みたいな。うん。 やっぱね、スポーツの場合は、練習したとしても、試合になったらね、やっぱね、ビビり僕結構ビビりなんで、こうビビって固まると、練習したことが出ないんですよね。固まっちゃって。筋肉が、筋が固まって。ね、全然動かないみたいなね。思い通りに。でも練習はめちゃ、練習はできるんですよ。練習は思い通りにできたとする。練習はめちゃめちゃやった。で、まあ、強くなった練習はね。だけど、試合になったらいざ緊張して体が固まったら、 それだから、なんかビジネスの場合は、なんかまあ、そ、それなので、まあアフリエイトなんか特にそんな感じじゃないですか。なんだろう。うん、まあブログアフリエイトで、例えばその文章をね、ちゃんと、まあ、売れるような文章を書ければ、緊張もクソもなくて、まあ、放置プレイじゃないですか、もはや。まあそ、そのまま、そのままみたいな。そこにアクセスが来る。で、制約率がいい文章がある。えー、制約みたいな話なんで、ね。<laughs> <laughs> なんかねでもねこれもねでもビジネス難しいっていう人もいるわけじゃないですかネットビジネス難しいっていう人もいるしだからんかいろんなその幸せにも定義がいろいろあるしね人の不幸が幸せっていう人もいるだろうしね久保さんが言う通りうんだからそのなんだアンチテージですよね人の悪口を言うことが自分の幸せだって思う人もいるだろうしだから幸せって何なんだろうって話で人それぞれ幸せって多分違うと思うんですよ でビジネスは簡単だと思うそのそれも人それぞれ違うだろうしでもねビジネスの場合僕の場合はまあ最初から簡単だったかっていうと難しいんですよそれはわかんないことだらけですよねでもやっぱ17年やってきてまあ今回ねスポーツとこういろいろ考えてたんですけどうーんビジネスの方が簡単だなっていううんやっぱその考えてることと その本当にもうまあ卓球の場合は結構もうほんとコン秒で秒で判断してね秒で判断して動いてこうやるとかねレシーブとかも回転見て秒でこうなんかこうやるって結構ね難しいんですよそううん,なんかビジネスやっぱ簡単っすよねだってカメラに向か喋っておしゃべってればいいですよ <laughs> <laughs> 何の筋肉痛になります久保さんカメラの前でしゃべって カメラの前で喋るだけでね、こう筋肉痛にならないし、楽な仕事ですね <laughs>。楽な仕事だなはい、今日もいってらっしゃい。